ルフトバッフェ、ドイツ空軍は1935年から1945年までの期間に設置されていたドイツ国防軍の空軍。第一次世界大戦での敗戦後、ドイツ帝国陸軍航空隊は解散を余儀なくされた上、再建されたバイマル共和国軍ではベルサイユ条約の下で航空戦力の保有を禁止されていた。しかし、 兵務局などに残留した高級将校らは合法、非合法を問わぬ、様々な手段で軍備の維持を図っており、航空戦力もその例外ではなかった。1922年4月16日、イタリアのショートシラパロでドイツとソビート連邦が秘密交渉を行い、ドイツ外相、バルター・ラーテナウト、ソ連外務人民委員、ゲオルギー・チチェリンが、経済協力を目的とする、 ラパロ条約に調印した。これを契機にドイツ軍部は政府にも知らせずソ連との秘密軍事協力に向かい1924年にドイツ軍は国際社会から遠く離れたロシアの奥地の都市立別区に秘密の航空機訓練基地の提供を受けた。この基地でドイツ本国でベルサイユ条約の制約から許されない試作機の試験飛行や 毎年およそ240名のパイロット要請が可能となった。協力関係は1933年のヒトラーの政権掌握まで継続した。軍事協力は航空機に限らず戦車学校や科学戦研究まで広がった。また、パイロット要請はヒトラーの政権獲得前からドイツ国内でも民間旅客機の操縦士要請の名を語って始まっていた。 1933年、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーがドイツ国首相に就任する。ヒトラーはかつての激通用ヘルマン・ゲーリングに空軍再建を命じた。1933年2月、ゲーリングは民間航空事業の促進を名目にドイツ航空委員会を設立する。同意委員会は4月までに航空省に昇格し、5月には陸軍航空部を統合し、 空軍再建が極秘裏に進められた。この間の空軍再建には立別区の基地が重要な役割を果たした。そして1935年2月になると、ドイツ当局は空軍の存在を認め、同年3月の再軍備宣言によって、ドイツ国防軍が編成され、その一軍種として空軍が設置されたのである。 1936年から始まったスペイン内戦においてドイツは反政府軍のフランシスコ・フランコを支援、新政空軍から義勇軍、コンドル軍団を募り、実戦を通じて急降下爆撃や戦闘機の2機変態やさらに発展させたシュバル、無戦術の空戦技術を編み出した。この変態飛行は現代でもフィンガー砲として生き残っている。1938年から 高架両兵と呼ばれる空挺兵を空軍の部隊として持っていた。さらに1942年からは空軍や戦士団が多数創設された。都市防空にあたる対空砲部隊も空軍の所属でこれほど大規模な地上部隊が空軍の参加にあったのは他の国に類例のない特徴である。黒十字1939年から1945年の ドイツ空軍機に表示された国籍マークドイツ空軍の組織の序列を示すと、航空艦隊の例下に、航空軍団、飛行士団、航空団、飛行隊、飛行中隊と分かれている。航空艦隊というのは、受け持ちの地域別に分けた時の故障であり、開戦当時は第4航空艦隊まで存在していた。1 9四十年に新設された第五航空艦隊は、 第2、第3航空艦隊と共にバトルオブブリテンに参加している。1944年には本土防空部隊である帝国航空艦隊が編成された。最盛期には6つの航空艦隊に帝国航空艦隊、訓練部隊である第10航空艦隊を加えた大女隊へと発展するが、末期にはハンガリーからオーストリアに展開した第6航空艦隊と、 帝国航空艦隊までに縮小した。実際の作戦は、師団単位で行われた。しかしながら、開戦当時は、空軍の編成は、未完了のままであり、戦闘機部隊に至っては、編隊単位での指揮しか行えなかったのが、実情であった。さらには組織の命令伝達システムも複雑であった。空軍総司令部航空艦隊航空軍団。 航空士団や戦部隊に伝達されるようになっていたが、その航空軍団という大規模な組織であっても、専門的で、諸兵科のバランスの釣り合いが悪く、航空軍団は各地の戦線に赴いていく中で、地域別の縛りが希薄になっていった。また、戦力の減毛に伴って、中隊単位での扱いが多くなっていった。ドイツ空軍の主力戦闘機の一つ、 メッサー・シミット BF-109。高速性に優れた戦闘機。初期のドイツ空軍の主力戦闘機である。様々な派生型が製造され、終戦まで使用された第二次世界大戦の初期、ポーランド侵攻やフランス侵攻において、ドイツ空軍は戦車部隊と連携して187などによる急降下爆撃を中心とする戦術的な航空作戦で破竹の進撃を行った。 しかし、1940年夏に、イギリス本土上陸作戦の梅雨払いとして開始された、バトル・オブ・ブリテンでは、当時の主力探査戦闘機であった、BF-109 の航続力と数が十分でなく、長距離かつ高速、重武装であったはずの BF-110 駆逐戦闘機や、HE-111 といった爆撃機が、イギリス戦闘機の攻撃にさらされ、多大な損害を被った。また、 初期の段階では、誤報も多く、精度も低かったレーダーシステムが実用化の域に達すると、イギリス空軍による被害はさらに増大し、苦戦を強いられたドイツ空軍は、1940年冬以降になると、イギリスへの昼間爆撃を断念せざるを得なくなった。その後、1941年にソ連への攻撃を開始し、 1942年6月には体制を立て直してスターリングラードの戦いに臨んだものの伸びきった補給路とソ連空軍の頑強な抵抗はドイツ空軍の戦力を消耗させた。包囲されたドイツ陸軍に対し懸命の空中補給も行われたが戦況を好転させることはできなかった。何よりも教官を務めるパイロットを多数失ったために この後のパイロット育成システムに大きな問題を残すことになる。1943年にはクルスクに対する下記構成が行われた。3倍、4倍の数を撃墜してもなお迫りくるソ連の物量にドイツ空軍は最後まで航空優勢を維持することができず、戦力に大きな差ができつつあることが明らかになった。ウラルにあった ソビエトの国営工場などに空襲ができなかったことに、加え、大戦末期の日本にも見られた、モックアップファイターなども、急速に、ソ連空軍の戦力として増加したためである。結果的に、連合軍のイタリア半島上陸によって作戦は、中止され、これ以降、ドイツは、急速に戦力を減毛していくことになる。B-17 フライングフォートレス 1943年からイギリスより大量に、平来市各地で迎撃戦が行われた、海戦当時のドイツ本土の防空大戦は皆無に等しかった。当時のドイツ空軍総司令官であるヘルマン・ゲーリングが豪語したように、防空には、降射砲という考えがあったからである。さらに、敵航空基地を絶え間なく攻撃すれば、相手が防空で、 手一杯となって爆撃ができないであろうという考えが存在していた。1940年5月15日、その考えが一変する。真夜中のドイツ本土上空に A 爆撃機が出現し、さらには肝心の降射砲部隊がうまく機能しなかったのである。この後、夜間戦闘機部隊とレーダー防空網の整備が進められる中、 イギリス空軍による大都市への夜間爆撃が向上化する。対戦中期にアメリカ軍が参戦。1942年にアメリカ陸軍航空軍による軍事施設に対する昼間爆撃が本格化したが、1943年のシュバインフルトの爆撃では迎撃によりアメリカ側に耐えがたい損害を強いた。 護衛戦闘機の随伴が可能になった1944年からは、戦闘機体を先行させて飛行場を強襲する、いわゆるスイープなどの対抗策が講じられた。さらにノルマンディ上陸作戦で、フランスに派遣された迎撃戦闘機の基地が占領されていくと、ドイツ空軍側は戦力維持が難しくなっていった。さらに、合成石油製造工場の爆撃は大きな打撃となり、 その結果、戦闘機は製造されるが燃料がないという悪循環に陥った。ハンブルクを空襲するイギリス空軍のアブロ、ランカスター戦争末期に近づくにつれ、連合軍による空襲はますます激化し、1944年中には主な軍事工場が集中していたルール地方は焦土と化した。また、イギリス軍による夜間爆撃に対しては爆撃機であった十八十八を 夜間迎撃機に改造して使用した。ジェット戦闘機の開発も進められたが、爆撃機使用が優先されたこともあり、実戦に投入されたのは対戦末期に差し掛かってからであった。1943年7月24日から8月2日には、ハンブルク空襲で戦略爆撃機2865機が飛来し、総量9185トンもの爆弾を投下。 死者は5万人以上を数えた。この爆撃以降、ドイツ本土の都市を目標にした大規模爆撃が激化していった。1945年、焦土と化したハンブルクノルマンディ上陸作戦の発動に伴い、連合軍の空軍は交通機関を空襲して徹底的な部隊、移動妨害を行った。これをレー上陸のための要道だと考えた総司令部は、 兵力の温存を図った。このためノルマンディ上陸時には数機程度の航空機のみを飛ばしたに過ぎず、それはあまりにも少なかった。フランス沿岸部に連合軍の強固な共闘歩が築かれ、連合軍のヨーロッパへの進出は不動のものになった。フランスに派遣されていたドイツ軍空軍基地は放棄ないし占領され、大量の機材を失い、防空体制にも重大な穴が生まれた。 連合軍の物量と最終的な判断ミスでドイツは制空権を完全に失い、ドイツ本土への爆撃業はより激しさを増した。東部戦線でもソ連空軍に対してアメリカ・イギリスの兵器対応が行われ、かつて物量任せであった攻撃は精度が増していた。外的要因のみならず、ドイツ空軍は編隊を組んで飛ぶことすら困難なほどの燃料不足、総司令部と 地方基地との意見の食い違いによる混乱が生まれていた。1945年4月、ソ連赤軍がベルリンに到達し、ベルリンの戦いが始まる。地上で少年兵や老人、商病兵などを招集し国民突撃隊が編成される中、ドイツ空軍でもグライダー飛行程度の訓練でも操縦可能というコンセプトに基づき、ハインケル社からジェット戦闘機 h e 六十2 ホルクスイエーガーが開発された。しかしながら、コンセプトとは裏腹に熟練者でも操縦が難しい機体となり、部隊が創設されたものの戦果は上がらなかった。ナチスドイツの降伏に伴い、ドイツ国防軍全軍は解体された。しかし、ドイツの東西分断を経て、1950年代になると2つのドイツは共に再軍備を開始した。ドイツ連邦共和国では、 ドイツ連邦軍空軍として、またドイツ民主共和国では国家人民軍航空軍として新たに空軍が編成された。いずれの空軍も旧国防軍空軍の将兵が創設に関与していた。ドイツ博物館の目262第2次世界大戦以前により世界各国がジェットエンジンの開発に取り組んでいたがドイツのハインケル社はその中でも いち早く世界初のジェット機 AG-178 の初飛行を成功させた。この後ハインケル社は、ジェット戦闘機 AG-280 を開発、メッサーシュミット目262に先駆け1941年に初飛行を成功させたが、生産に移されることがなかった。諸説あるが、エルンスト・ハインケル博士のなち嫌い。 あるいはウィリー・メッサー・シュミット博士と空軍の密接さが一番の原因と考えられており、これはメッサー・シュミット BF-109 と競合と意図し、優秀であったとされながらもレ遇された HE-100 の前例も作っている。そのため、この技術が戦争中に活かされたのは、第三帝国の終焉が見え始めた1944年の中盤。 メッサーシミット目262が実践化された時であった。ジェットエンジンが技術的にも未成熟であったため機械的な故障も多く生じた。ありがとうございます。